はい。皆さん、こんばんは。たかゆきです。江別市の大学生、長谷智也さん殺人事件の件です。今日ですね、メディアがクレジットカードを使ったということで報道をし始めましたね。コンビニで河村ハオと,と八木原天が、長谷さんのカードを使って、1万円以上買い物をしてで、暗証番号が必要になり、戸惑って、 で,で外に出てお母さんに電話してくるなんていう言葉を言い残して外に出てまあ何やらどこかと電話をしていてで戻ってきて結局多分暗証番号が当たらなかったのか分かりませんけどもえ少し買うものを減らしてコンビニの会計を終えたということが分かっております、まあ、コンビニ店員もかなり不審な2人だったということで言っております まあその時にその二人以外のものがいたのかどうか、車の中に乗っていたのか、長谷さんも連れてきていたのか、その辺はわかりません。まあおそらく公園で暴行を継続している中で、まあ先に財布を奪って、キャッシュカードを試すということをやったのかなという感じがしてますね。 これも犯罪グループ顔負けですよね。そこらの今捕まってる闇バイトより、ちょっと狡猾な犯罪という感じがしますよね。暗証番号を聞くために暴行したりとかね。まあ似たようなもんですかね。え、それでですね、まあカードなんですけども、被疑者の中の一人がですね、クレジットカードは捨てたという供述が出たようで、 札幌市内の川をですね、警察が捜索している映像が流れました。まあ、カードを川に捨てるとかね、まあ、たまたま今見つからないですけども、川に捨てるってちょっと幼稚ですよね。もうちょっといい処分方法がなかったのかなと思いますけども、まあ、川ということなんで、まあ、警察がね、真剣に来て探せばそのうち見つかるんでしょう。はい、そしてですね、新たな情報なんですけども、私ですね、先日、川村ハオとの コンビニ、ローソンの制服を着た写真をね、掲載したと思うんですけども、どうやらですね、河村ハオットですね、ローソンだけではなくセブンイレブンでも働いていたようですね。うん。それが掛け持ちで重なっていたのか、時期的にずれていたのかわかりませんけども、ドラゴン記者チャンネルさんと電話をしましたら、彼がですね、間違いなくセブンイレブンの店長さんから、 川村ハオトの働いているというですね、証言を得ているということなので、おそらく、ローソンとセブンイレブン、掛け持ちか時期がずれて両方で働いていたということになりますね。ですので、あの周辺のまあコンビニ、あの公園のコンビニってそんなにないと思うんで、セブンイレブンとローソンで絞り込めば、 まあ、ある程度分かっちゃうとは思うんですけども、まあそういうことですということですね。もう一つですけれども、河、えー、村ハオトの彼氏17歳なんですけども、名前がですね、ほぼ確定しました。ハオトのアカウントからですね、彼氏のアカウントを探すと、まあいくつか候補が上がるんですけども、その中の一つをですね、ご覧いただきたいと思います。こちらです。 このアカウントを見ていただくと、アカウント ID が、片たってなってるんですよ。自分の苗字を入れやがってバカですね、こいつは。<laughs> こういうことにあのなるような人間は、名前とかをアカウントの ID に入れちゃダメですよ。バレないようにしておかないと。犯罪で捕まった時に困りますよ、自分が。ということで、 以前ですね、私にコメントを入れてくれた方がいるんですけど、その方もね、書き方がかなり信憑性あるなと思ったんですよ。元八木源玄一郎で、離婚して、片木源玄一郎になった。ですから、母親のせいが、片木なんでしょうね。で、父親のせいが八木なんでしょうね。自分のアカウントが片木とついてましたので、片木源玄一郎で間違いはなさそうですね。はい、特定しました。はい、皆さん。 この動画、拡散の方ね、よろしくお願いしたいと思います。この17歳に絶対許せないですよ。長谷さんをとんでもない暴行してますよ。人間のやることじゃないですね。天容疑者が可愛く見えます。自分の彼女の前でね、かっこよく見せたいんだかなんだか知らないけども、日頃から喧嘩自慢をして、自分から見て弱い奴だけを一方的に殴る蹴るの暴行、そして、 金品を脅しとる。暗証番号まで聞き出す。これヤクザ顔負けですよ。ヤクザより立ちが悪いかもしれないですね。自分より弱いものを一方的に大人数でね、しかもね、やるっていうのは卑劣極まりない。こいつだけはね、ちょっと許すわけにはいかないですね。片木玄一郎。未成年で罪が軽くなるなんて甘い考えしてんじゃねえぞ、片木。 ハオトにね、どういう風に消しかけられたかわからんけども、お前のやったことは、このエベツの殺人事件の主犯と言ってもいいと思います。殺人犯ですよ。これ認めてたら、16歳、17歳の殺人するやついっぱい出てきます。16歳、17歳あたりじゃ、人殺したいやつなんかいっぱいいるんですよ。それが認められるってことになっちゃうじゃないですか。 この前例をしっかりと警察、検察はさばいていただきたいというふうに思います。エベツ氏、長谷智也さん殺人事件の件についてはまだまだ追及していきます。ではまたお会いしましょう。じゃあね。